ました。続きまして、がん患者さん、あなたのかかりつけは医はを始めます。ご出演の先生方、ご登場ください。このセッションもの進行も、当法人副理事長の中川圭がコーディネートを務めます。それではまず、ご出演の方をご紹介いたします。皆様方から向かって左手にいらっしゃいますのが、木野原内科小児科医院院長の木野原信久先生です。そしてそのお隣、当法人の理事であり、がん体験者の会トマーレの代表でもあります、佐々木咲子さんです。佐々木さんはご自身ががん患者であり、ご主人をまたがんで亡くされたご経験を持たれておられます。どうぞお二人ともお座りください。さて、このセッション、がん患者さんあなたのかかりつけ医はという演題がついていますが、本日は木野原先生からかかりつけ医とはどういう存在なのか、特にがん患者とどんな関係を築く存在なのかということをかかりつけ医の立場のお話としてレクチャーいただきながら、がん患者とかかりつけ医について考えてまいりたいと思っています。それでは早速なんですけれども、スライドお願いします。はい、佐々木さんはかかりつけ医というのをお持ちだったでしょうか、もしくはお持ちですか。はい、そのがんになった当初というのは全く知識がございませんでした。ただ開業医というあのくくりで、あ、開業されている方がこうかかりつけ医に変わっていくのかなっていうような、あの本当にあやふやなあの理解でした。はい、会場の皆様にもちょっとまだかかりつけ医ってどんなものってはっきりと説明してごらんなさいと、あの私も言われたらちゃんと説明できないんですけども、あえて説明を聞く前にちょっとお伺いします。ご自身かかりつけ医を持たれている方という方、ちょっと手を挙げてご覧になってください。はい、かかりつけ医という言葉を知らないという方は手を挙げてみてください。はい、何人かいらっしゃいますね。はい、あの木野原先生、今の、 あの会場の反応、そして佐々木さんのコメントを合わせて、かかりつけ医について、あの最初は一般的な意味でのかかりつけ医についてご説明いただけますか。はい、そうですね、あの病院にずっと通っておられる外来用の病院でかかっておられる人は、その人かかりつけ医と思っていらっしゃるかありませんけど、今日 の、 あの話、私の理解としてですね、まずあの総合的なで地域でその住民の方々の健康を管理している、そしてあの何かあったら相談をし、何かあったらそこへあのあの通院するというね、そうしたあの、まあ、あのその結果あのその患者さんの選択の中で、あの何喧嘩の中で私はもうここに決めてるのよというようなことですね。そういったあのかかりつけ医という言葉をですね、まず家庭医のような範疇であの考えて話を進めさせていただきたいと思っています。はい、ありがとうございます。はい、家庭医という言葉、いわゆるホームドクターというような言い方がありますね。はい、はい、お願いいたします。はい、それでですね、患者さん今手をあの挙げていただいたわけですけれども、じゃ あ、 あの患者さん、あなた の、 そのかかりつけ医というのはどうしてそこがかかりつけ医なんですかって、その方々のかかりつけ医のやっぱりあの理想像、イメージのようなものがあると思うんですね。そこにここに書いたものがですね、これはアンケートなんですね、実際に取ったアンケートなんです。距離が近いと、距離が近いと言われたらですね、どうしようもないんですけれども、その後このように患者さんの立場でかかりつけ医を考えておられます。例えば話をよく聞いてくれるというのがあると、その人の方にその分かりやすくよく説明してくれる、この2つを取ってみますとね、話をよく聞いてくれる、よく聞く先生は患者さんがしゃべるんですね、医者が聞くんですね。その下の方のよく説明してくれると言ったら、患者さんの言うことは一切もう聞かないで、とにかく一生懸命説明してくる自分が主であるという、どちらも大事なことなんですけれども、実は相反する場合が出てくるわけですね。いや私はやっぱり話聞いてもらいたいわという人もおればですね、あの私はやっぱりあのよく説明してもらいたいと。いやだから患者さんにアンケートを取ると、このようにいろんな点でですね、あのその人がこの先生をかかりつけ医とする一つのあのこの点をというところがあるわけですね。それじゃあかかりつけ医が定義できませんよね。
かかりつけ医というのは誰のあれは誰が考えるということよりもですね、少し定義づけたらこうなると思います。かかりつけ医機能を実行できる医師かどうか、何ができる医師かです。誰にとってということではなくてということですね。このかかりつけ医機能というものを少し考えてみたいと思うんですね。一応ですね、いろんなことができる、いろんなことができる、非常にその深い知識は持ってないけれども浅くてもいいから、これ聞いたらなんだ解決してくれる、そうしたこと、これが非常に大事な多機能ということで、ね、マルティファンクションとも言いますけども、こうしたあの意思ということが一つ条件としてありますね。それから柔軟に活動できる、これは時間場所あるいはちょっとした変化に対してね、慌てずに何らかの解決策を出してくれるということですね。例えば病院の先生はやっぱり病院の中で働きますよね。で、開業医のかかりつけ医はですね、自分の家だけ、自分の診療所だけじゃなくて、学校医だったら学校も行きます。家庭の往診もします。で、いろんな変化がある中で、いろんな家庭の中の変化の中で全体を見て柔軟に対応してくれる、そういう力がいるかと思いますね。で、3番目の福祉の頃、これはですね、介護保険が、まあ、始まった中で、皆さん長生きするようになった。病気を治す。しかし治らなかったらいつまでも病院にいるのかと。家庭に帰ってきますね。患者さんというよりも病気を持ったままでその地域で過ごしていくという、その生活者としてそれをサポートしていく医師ですね。ですから介護保険の中でできたような言葉かもしれませんけれども、治さなかったら癒そうと。そういう観点で福祉の心を持ったやっぱり医師がかかりつけ医じゃないかという条件に入ろうかと思います。で、4番目はですね、相談、まあ、相談は病院の先生も乗ってくださいます。だけどなんかこれはどうなんだろうかと、聞いていいんだろうか、ちょっと最初に先生このことを聞いてここしかないんで来ましたというように、困ったらまずあの先生に聞いてごらん、そうしたら全部知らないかもしれないけど道作ってくれるよと、こういうあの相談、これはアカウンタビリティと言いますけど、これは非常に重要なあの条件になっています。で、最後の5番はフットワークですね。家にずっと家におってですね、あの人に指図するんじゃなくて、まず自分の目で見る、まず動く、人任せにしないで、あのちゃんとあの自分で動いてですね、やってくれるという、このフットワークは意外に重要な要素と言われています。つまりこういったかかりつけ機能というものを実行できる医者がかかりつけ医なんですね。だから誰のとかという観点で見ておりません。こういったところが、まあ、ありますけれども、あの次はこういうことなんですけど、ちょっとここでいいですか。はい、ありがとうございます。今一般的な意味でのかかりつけ医のご説明をいただきましたが、じゃあ次にがん患者にとってかかりつけ医とはどういう存在なのかを考えていきたいと思います。まずがんの全過程においてあらゆる場面で患者家族には不安は生じること、また体調的な変化を生じることから、経過全体を通じてかかりつけ医の存在はどういったものになるかを木野原先生にお話しいただきます。どうぞ。はい、そうですね、あの実はあの地域の皆様の健康の管理を担当しているかかりつけ医というのはですね、まずがんの予防から、がんになったらというよりもがんの予防の時からもう接しているんですね。例えば今ここに出ております左に原因、右にがんというかなりはっきりした関係が書いてありますね。実は最近の新聞でピロリ菌の駆除は胃がん、そしてその前がん状態である慢性炎に除菌を保険が通りますよというのはつい最近皆さん知られたと思うんですね。我々は もっと前から知ってますけど保険に通らないというようなことがありまして、ただこれとこれの原因というのを日頃から話をしてまいりました。だからアスベストとあの中皮腫、これはまあ放置されたままですね、あのちょっとないがしろにされたところがありますけれども、こういう話もしてまいります。お仕事はと聞くところからですね、注意することを。それから下 の2つはですね、ワクチンとか治療薬ができたその元の疾患に対してその延長線上にあるがんが予防できるという点で、この話はするだけじゃなくて、働きかけ行政の方からこれを公費で治療する、公費補助をあるとしていただくという点で、こういうのができたのよと、これはぜひがんの予防に使ってほしいというあのお話をさせてもらうのが一つのかかりつけ医のお仕事かなと思うわけですね。で、これはですね、まあ、生活習慣病、がんは生活習慣病かと言ったらそれには入ってませんけれども、まあ、タバコはよくないでしょう。
肺が肺だけじゃないですよということでね、あの禁煙の話はもちろんします。それから西洋化した日本人の食事で繊維性のものを食べなくなった、それで大腸がんが増えてきている、そういった話をしていくということはですね、あのかかりつけ医の予防の立場でですね、あの必要なことかなと思っております。とこのまま話をつけさせていただきますね。今は予防を言いました。今度はがんを診断、がんの診断ということはその人の体の中にもうがんはできてるんですね。できてるのを早く見つけて、まあ治癒に持っていくのが大事であれば、早く見つけることを我々かかりつけ医が一緒にやっていこうじゃないかと。これは日頃一緒に生活している、あの地域でのですね、かかりつけ医の患者教育ということにつながろうかと思うんですね。この例、例を挙げてますね。息切れできた。その息切れは何だろう、よく調べたら貧血だ、どうも貧血らしいよと。なんで貧血が起きるの、あなたは生理あるない、そうですね、70過ぎてあの貧血って何だろうと。でよく調べると鉄欠乏性貧血、これやっぱりどこから出血してるよということで検便をやった、そうすると便潜血が陽性であったと。じゃあこれちょっと大腸を調べてもらおうと、やっぱりがんだったねと、がんだったねと言うけど、これ進行がんと書いてますよね。息切れで見つかって辿っていって見つかった大腸がんというのはもうこれ進行がんなんですね。それじゃあいけないじゃないですか。3つ目の検便、これを私はお頼み、お願いして患者さんにやってもらってます。高血圧できてる患者さんにもですね、あなたは健康診断受けてるって、いや先生にかかったんだから、もうそれはもう、いやいや、あなた高血圧見てるけれども、その大腸がんの検診にこういうのあるのよって、あの検便がと、検便はええ、もう検便はええ、あれ、あれはもうええとこうおっしゃるわけですね。あ、そう。で、そこで引かない、あの、引き下がらないんです。この話をするんです。私はこの患者さん知ってます。私はこの患者さんを見取りましたと。結局、検便しなかったから見取ることになったかという話になりますけども、あの、その話をします。そうしたら深刻になられてね、じゃあやろうかということで、その検便の率が高まってくるんですね。だから、検便した、したくない、じゃあやめとくかと。一旦じゃあ本当の、あの、患者さんのその行動変容を導くことはできません。これも私たちの務めじゃないかと思っております。まあ、これなんか、そうですね。検診ですから何もないんですけど、この場合は、これ何でしょうかと言って相談に来るときどこに行きますかと。何かに行きますかという話になってくるんですね。それで例えばですね、これ正常とかがんでないものでも相談来られます。その中からがんにつながるものがあるということなんですね。皆さんここのね、ですね、肋骨が集まったところの、ここに腱状突起というのがあるんですね。ここへ出っ張ってるでしょう。これ何でしょうかって来る人がいるんですね。どれって言ったら、これがんでしょうか、硬い、いや、それみんなにあるんですよ。いや、ない。私は65まで来て、これ初めて見つけたって、そうですかって言って、海洋学の本出して、これですよと。みんなにあるんですよと、いうような人もいらっしゃいます。あるいは、その、これ、それは脱腸ですがな、と。これ寝たらなって引くでしょう、というようなことでですね。まあ、正常で、癌と関係ないもので、とにかく相談に行くところ。これが我々のかかりつけ医ということになりますが、中には癌の場合もあるんですね。ところが、あの、まあ、女性でこれ乳がんでしょうか、自分でこう分かったんですけど、どこということで、あ、これは、まあ、自分でですね、思うわけですよ。これは癌かもしれないと。それ婦人科に行くんですよねとおっしゃるから、いえ、婦人科じゃないですよと。これはですね、外科です。外科でもおっぱいだからと言って、しかもですね、これは乳腺外科というところが今あるんです。だから今ここで予約を取りましょう。今公的病院は予約を取ることも大事ですね。もちろん紹介状もいります。予約を取って紹介状を書くと。そこまでやらないとね、その人がその後の行動でですね、あ、婦人科じゃないんか、外科だけ聞いて帰ってですね、もうその忘れちゃってですね、あの1年2年遅れることがあるんです。そこで行動を取ってあげるということが大事であるのが私たちの使命である、早期診断の使命だと思っているわけですね。まあ、そこに書いてある膀胱がんの話とか、ここに書いてありますけれども、そういうものを見たときに、その患者さんのこれからの道を決め上げていくと、これが早期診断であるということ、症状はあるんですよ、これは何でしょうかと聞いてるわけですから、そういうあのことをあの診断のその窓口、あるいはこうしなさいって言ったと、道をつけてやるトリアージ機能だと思ってますね。まあ、こういうところが我々のその仕事の一つかなと。
ということだと思うんですが、はい、がんの疑いを持たれた、もしくは体の変調をちょっと心配になって、日頃からかかりつけて、ホームドクターであるような木野原先生のようなご存在のところに伺って相談する。でそこでがんの疑いを持たれたら、今度は木野原先生がその専門のところを道をつけてくださるというお話でしたが、で次の多分これから入っていくのは、このいよいよがんを告知されたっていうところに入ってくると思うんですけれども、私もがん患者でございまして、実は再発も経験しております、治療中でございます。やはりがんという命に関わる病気ですから、大変な思いをするわけなんですけれども、こうしたやはり佐々木さんもがん患者として、また当法人朝原理事長よりフレンドコールという相談窓口もありますのでと紹介ありましたが、こんなところでこのがんの告知を受けた方のお悩みであるとかご相談、ちょっとご紹介していただけますか。木野原先生のお話を聞きながら、多分会場の皆様も先生の近くに住みたいなと思われた方多いんじゃないかと思います。実はなかなか、例えば今までかかってた病院でも、がんにかかった途端に僕見れないよっていうおっしゃる先生が出たりするんです。先生、それで皆さん困って、じゃあどこ行きましょう。かかりつけ医があっても、たとえそういうので風邪をひいた時は見てくださっても、がんになると見てもらえないっていう方もいらっしゃいます、うちの夫もそうだったんですけども、だんだん末期になっていくと、また今度は痛みのコントロールっていうことがプラスされてまいります。でそれができる先生っていうのがなかなかいらっしゃらないんですね。でうちもやはり最後痛みが取れなくて、なかなかその先生に取れなくて、ちょっと駆け込んでしまったことが緩和ケア病棟の方に駆け込んだっていう経緯があります。痛みのコントロールもなかなか難しい。なんか先生のようにいろんな勉強されている方がどこにいらっしゃるかっていうことを知りたいっていうのが一番我々の願いかもしれません。はい、ありがとうございます。ご自身のご経験含めてお話しくださったんですけれども、よくご相談の時にも、なんかがんを告知されて、これから先が見えない不安に押しつぶされそうになって、こう先生の説明を受けたんだけども、本当に頭が真っ白になって分からなかったとかっていうようなお話があります。まずそうした時に、かかりつけ医の先生方の存在というものが、私たちがん患者にとってどういう役目を果たしてくださるのかを続けてお話しいただけますか、木野原先生。はい、この画面ずっと出てますから、もう皆さん読まれてると思うんですけども、タイトルとしてですね、がんが分かったと、さあそれから先があるわけですね。真の告知とは何かという問いかけをしてます。まず専門医に今日いらしてくださいと、できたら家族の人といらしてくださいと。でその前に座ってですね、まず実は残念ながらこれはがんでしたという言葉から始まるんですね。そうするとですね、告知する専門医の先生はもちろん分かりやすく相手の感情を考えながらしてくださるんですけども、目的はさあがんだったら次に何をするかということを選択していかなきゃいけないというステップで、その告知になってませんかという問いがけをしてるんです。その先生をなじってるわけじゃないんですよ。そういう部分を我々がサポートしようという話をさせていただきたいと思います。患者さんはですね、白か黒か時に黒と言われたわけですよ。そこでガーンともう頭がもう考えられなくなって、入ってくるものがなくなってくるわけですね。そこで残念ですけど、でもね、これから私たち頑張りますからと言われてもですね、あるいはこういったスケジュールを説明されても、その患者さんはもうどうしてって全然こう聞く状況じゃないんですね。あるいはですね、なんでって私がってあなたが何をしたからなったわけじゃないんですけれども、こういうの感情的に納得できないっていうことあるじゃないですか。そういう状態になってくると、もうそのことで頭が回転始めるんですね。中にはそこに書いてある、で先生、私のがんは良性ですか悪性ですかって、あなた何を聞いてたんですかと、口には出せないけど、がんですからもう悪性なんですけども、この人もう一回最初から話してんといかんかな、ちょっと難しいなと思うぐらいのいろんな人がいるわけです。それが当たり前なんですね。だから一応言ったから私は言ったよねということでは告知にはならないのは当たり前なんです。つまり告知をしたら、その後の全てを責任を持つつもり、そういう覚悟でですね、告知をしていかなきゃいけないということになろうかと思うんですね。
がんだけじゃなくてインフォームドコンセントの中で、インフォームドコンセントというのは患者さんに説明し患者さんが納得することが大事なんです。でもこの人認知症だったらどうするかとかですね、今のように1回だけじゃ分からないじゃないですか。そうした時の責任は国家資格を持った医師に責任があるんだということを大前提にしなければ告知は成り立たないというふうに私は思います。一方的かもしれませんけど、さあ告知をした、それでその治療も始まるんですけれども、どうしても頭の中で釈然しないことがある、十分聞いてなかったと、あの時に選択を迫られて何だかの返事をしたけど待てよということで、非常にその不安定な状態で今地域に帰ってこられるんですね。その時にですね、いや先生もう一回お会いして話したいんだけどと、今度家族ともう一人よく分かった私の兄貴がおるから一緒に行きますから言って、そう何回も何回も忙しい先生を捕まえてはできませんよね。まあしてもらうのが一番いいんですけれども、そういう時にかかりつけ医が日頃からその人と付き合うそのかかりつけ医がですね、そのこの患者さんは分からないって当たり前なんだと、で何が分かってて何が分からないかということを整理してあげてですね、無駄な時間を過ごさないというか、そうした整理をするかかりつけ医がそのやりましょうと手を挙げてほしい、手を挙げたいんですね。それが一つの役目だと思うんです。それほど詳しいことは知りませんが、そのくらいの整理はやらなきゃいけないと思ってます。その専門知識とかいろんなことの、その患者さんへの説明、それがそのいろんな心配不安がある中で、それをみんなで解決していこうと、そのみんなのチームの一員にかかりつけ医はなりましょうということを提案するわけです。さあいよいよ治療が始まりました、あるいは一旦治療が終わってさあしばらく休みましょうよということで家に帰る、家というのは地域ですよね。つまり地域を担当するのがかかりつけ医ですから、戻ってきてくれるわけですよ。戻ってきてくれっておかしいけど戻ってくるわけですよ患者さんは。そうすると今まで見とった血圧糖尿病といったことももちろん引き続き見ていかなきゃいけませんね。これも残ってますよね。それと治療による副作用、そういうものを見つけて、あるいは対応できるものだったら対応するということがあります。もちろん大事なこの再発です、患者さんが一番心配している、それをチェックも大事ですね。これ4番にね、地域連携パスと書いてありますけど、これなんですよ。もう治療が終わりました、今日で退院ですよと、これからお家へ帰ってください、その時にかかりつけ医の先生にこれを持っていってください、これなんです。これは何かというと、今日から3ヶ月後にこの検査してください、採血、6ヶ月後には何をしてくださいというね、今後の退院後のですね、その計画書が渡されるわけです。実はこのそれをパスって言うんですけども、これには患者さん用のパスもあります。患者さん、あなたはあなたの病気に自分も参加してくださいよと、これを計画できます、先生にもお渡ししますからねという中で、その再発のチェックをしていくわけですね。いくらでもかかりつけをやることがあるということを言ってるわけです。それを言うのはこれなんですね。治療中、治療後のこの不安、この時期ですね、再発を非常に心配しながら日々を過ごしています。その時にいろんなものが巡ってくるわけですよ。そうするとちょっと病院の先生に相談するには時間も取れないという時に、身近にですね、まあ、プロのというのは医師ですね、そうした医療人が身近にいるということは非常に安心なんですね。いろんな人がいます。慰めてくれる人もいる、必要かもしれませんが、自分が今から戦うんだと、前向きの患者さんがいろんなことを整理したい、知りたいと、そういう時にですね、それを何も知らんでいいんじゃなくて、知りたいことを教えてあげる、分からなかったらその橋渡しをしてあげる、それが私たちの仕事かと思ってます。がんと戦うという覚悟をした時に、自分がこう生き方を変えなきゃいけない、整理したい患者さんに、あんた何も知らんでいいんだと、もう全部任せたらというのは決して通用しない人がいます。いろんな人がいます。だからそういうことを考えて、その間に入ってその役目を果たそうということでは、ちょっとこの例を挙げますと、この分子標的治療薬というのが最近出ました。いろんな抗がん剤の話がされましたけれども、がんをミサイルのように、そのがんだけに働く、まあ、薬といったら分かりやすいでしょうか。でもこれでも副作用を持っています。皮膚に出る副作用があるんですね。この話を皆さん集まって研修を受けてくださいって、広島大学でこの間聞いてきたんですけども、こういうタイトルで招集がかかりました。結局ですね、その薬にはいろんな問題もあるんですけれども、皮膚症状が出る、これは大体出ますよと。で普通
抗生物とかいろんな薬で皮疹ができた薬疹、それは中止じゃというようなことが通用しない薬だと言われているんですね。むしろ出て当たり前、もっとあの言い方をしたら、こういうのが出るのが効いてる証拠なんですよと、ちょっと極端な言い方ですけど、そういう薬なんですよ。だからやめるなんてとんでもない。それをかかりつけ医の先生が、ああいけんな、よう分からんけどやめとった方がいいんじゃないとか、不要意なことを言うということは、その先生が勉強されてないわけですね。だから私たちは勉強したいし、そういう勉強の場を与えてくださってます。大学とか県病院とかですね、そういうことが非常にありがたいなと思うんですけども、患者さんにとってもですね、これ大丈夫かなと思ってるところへ皮膚の症状が出てくる。そうすると、あ、先生がそう言ってくださったんなら、まずそんな心配せずに治療が続けられるということ。ましてやですよ、これが効いてる一つの詐称の一つなんですよと言われたら、希望が湧いてくるじゃないですか。これが心理的な QOL という話を篠田先生されましたけども、治療中だってこの時期だって QOL は大事ですね、精神的に。だからこれに関してはこう勉強して帰ってくださいということを言われましたけども、仕事をしながら治療してる人もいるんですよ、経済的にもですね。そうするたら社会に出ていくわけです。社会に出ていくときで一番顔にいろんなことを気にするじゃないですか。それで仕事がダメになるようなことような仕事もあるじゃないですか。そうするとその症状を取ってあげた方がいいですよね。それに女性だったら、こんなんだったら私もう命はいらない、美しいことを優先するわというような間違ったですね、誤解の人がいたら、その症状を取ってあげたらいいじゃないですか。そうしたこともやっていくのが私たち その皆さんのチームの中での役目はあるなと思ったんですね、この研修を聞いて。この辺がその治療中治療後の話になるでしょうか。はい、なんかがん患者にとって心強いお話が続きますが、これ事前の質問の中にも大変多かった緩和医療のことについても、先生、かかりつけ医の先生方はどういうふうに関わってくださるのでしょうか。この緩和医療というのはですね、これがですね、本当のかかりつけ医の一番今までにないですね、かかりつけ医そのものが中心になるとは言いませんけども、これからが私の出番ですよというところなんです。この緩和医療というのは悪い言葉ですけど、終末期という言葉も使われることがあります。がんの中での終末期でありますけども、治療しないというような意味でそうなんですね。何もその人が亡くなるという意味でも必ずしもありません。積極的治療を行わない方針を決定した。そうしたら、じゃあ退院していただきましょう、どこで過ごされますかということになってくると、ホスピスという話が出てくるかもから。でも多くの方々は、全員とは言いませんが、自分の家がいいと、住み慣れた家がいいとおっしゃいますね。でそうしましょうよと言ったときに、いや、まだ病院に置いてくれという人がいる。それには2つですね。1つは治療やめんでくれと、何でもいいから試してみてくれと、あれ保険が通らんのでもいいからやってくれと、なんとか先生ご承ですからお願いしますという方もいらっしゃるかもしれない。あるいは家に帰ることがどんだけ家族に、自分の家族を見て迷惑かけるなと、家に帰ることをあまり良しとしない患者さんは病院に降りたいという方がいらっしゃるかもから、こういうことをまた我々かかりつけ医がですね、中に介在していく必要があるかと思うんですね。積極的治療をもうしませんという言葉のですね、そのようにどのようにとっておられるか分かりませんけども、もう終わり、あるいは治療中止がもうがんに負けた、医学で言えば医療の敗北というような考えに持っていかないということですね。緩和医療という医療を行うんです。それでがんに勝ちましょうと、奇弁があるかもしれませんけども、我々はそのように患者さんに働きかけます。戦うのはこれからですよと、戦う場はこれから自宅ですよと、そのように言うんですね。でも家族の方には遠慮しないで済むようなチームでみんなが助けますから、これも安心してくださいという、そういったサポートもしていかなきゃいけません。家に帰ったら、今入院中と違っていろんな人に会えるじゃないですかと、やり残したこともあるでしょと、これもできますよ、そうかって少しそちらの気持ちが動きますよね。単なる追い出されたという状態じゃなくて、この追い出されたという気分になるんですね。病院のもうあんた何もすることないと、病院を追い出されたという気持ちにならないために、病院とはつながってますよと、その地域連携バスでもつながってるし、地域連携室というのがあるんです。だからすぐに前の看護師さんとか主治医の先生に電話するんじゃなくて、ここを通してそういうシステムがあるんだから、
一緒にやってますよというあの説明をしてですね、積極的治療の中止をですね、ポジティブな前向きな方向の意味付けをしてあげるというのは大事なことだと思います。その時ですね、かかりつけ医がやはり言葉に出して言うこととして大事なことをここに挙げてます。まず疼痛管理で痛い、何ぼ言うとも痛いのはきついですね。痛みは私が責任を持って取ります、これはぜひ言わなきゃいけない。それから家族の方の支援も考えて在宅へ行かれろと言ってるんですよと、私たちと一緒に働いてくれるこのチームみんな優秀ですよと、頼りになりますよと、ご安心くださいと、任せてくださいと言うんですね。で、医学だけじゃなくてチームの人はみんな何でもやってくれます、何でも相談してくださいと言います。で、まあ、家族とかみんながよしよし帰ろうといったその気持ちがもし途中で変わったらどうなるんだと、 OK です。その時はその時で、それは次の道をみんなで考えますし、考える道を用意しております。だから変わることは罪悪じゃありません、 OK ですよと必ず言ってあげます。じゃああんたたちに迷惑かけるかって、あんたたち、私たちはこれが仕事だしチームでやりますから気にしないでください、私たちは疲れません、遠慮しないでください、家族の方の遠慮、私たちへの遠慮はなしにしましょうと、とにかく7番、あなたの味方ですということを告げて誘うんです。私はあの病院を追い出されたという気持ちにさせないんです。その時ですね、疲れませんと言ったんですけども、そのチームの中には医者が一人しかいないです、あといろんな役の人がいてそれで成り立ってるんですけれども、ケースによってはですね、本当に疲れるんですよね、何かあったら呼ばれるんですよね、そして学会も行けないなと、旅行にも行けないな、これきついなと実は多少思うことがあるわけですね。その時にもっと他の診療所のクリニックの先生と連携取ったらこれはもっと楽にならないですか、お互い様ですよね。ところが日本はちょっとそれが遅れてるところがあります。アメリカの私が2年間いた時に日系の先生がおられて、夏になったらハワイへ一月行かれるんですよ。先生そんなんで大丈夫ですか、患者さんいなくなりますよ、言ったら、いやこれはお互い様ですから地域でみんなでやってる、日本とは全然違うなと思いましたけども、この時がそのこれを説明する時にですね、思うんですけども、病院と診療所と連携取れるんです。で、皮膚科の先生と私たちは連携内科取れるんですね。と同じかというのは商売敵、商売敵と連携するのかというような話になりましてね。あるいは自分の施設だけで仕事してるから自分のレベルがどうだというのは分からないんです。とか外へ出ていく、そしてその在宅で他の先生とこう話していってるうちに自分の実力が見透かされる、つまりカルテをこれいいのというようなことを言われるのが恥ずかしい、嫌なのかもしれません、理由は知れませんけれど、いろんなことでこれが遅れてるんですね。これは打破していかなければ患者さんのためです。心身連携を進めていきましょう。そして私が疲弊しない、燃え尽きないためのですね、方法としてやっていくことを提案してるんですね。で、まず病院から帰れるときにチェックしていく、これだけ抑えておくということとしてですね、その患者さんだけでなく家族のことは、家族の方はいいですかということを確認して連れて帰ることに、連れて帰ると一緒に帰ることをしています。で、途中で心が揺らる可能性もあるんだ、途中というじゃなくてこの途中はですね、病院で退院所が山でこれはちょっと退院どうしようかというときに励まして、皆さんがさあ帰ろうよというときに、そうか帰ってみるかというときに、もう気を逸せずにですね、決めるということです。で、帰ってみて問題があればそれを解決していくし、とにかくその大きい病院というのは長く入れない現実があるわけですから、これはやってみる、トライアンドエラーというものも大事だということですね。3番はですね、今までは積極的な医療をやってきましたけど、これからは、そうですね、時間があまりないようですから、こういったことを抑えてやっていこうということになろうと思います。いいですか？次まで行きますか？はい、すいません。これからの課題を挙げました。簡単に述べます。結局ですね、向こうに書いてあるのは、家に帰っても医療を続けたいことを非常に望む人もおるから、いろんなこのバランスが一人一人違うということを考えて、それこそ融通性を利かしてやっていこうということですね。それで2番はもう説明しましたね。それから優秀ですよと言ったんですけど、チームはやっぱりいろんな人がいます。だからこのスタッフも
チームの質を上げる研修とかね、ことをやっていけないいけないでしょうね。それからかえって24時間と言ってもなかなかそうはいきませんよね。よくですね、いよいよ最後という時にですね、遠くから来た親戚の人がですね、先生どうしたんやと、いや先生もよく来て今でやってもらったんで、もうそこまですぐ呼ばないようにしとるんよと、だって息止まりおるじゃないのって、で私たちが駆けつけると、何しようたんって、先生何医者かお前はということでね、心臓マッサージでもしろというのかというような剣幕で初めて会った人が言うんですね。皆さんその意見が違うんで、やはりこの在宅緩和ケアというものの標準化というものを皆さんが理解していただくということが課題かなと思っております。失礼しました。どうもすいません。はい、はい、先生、なんかすごく心強いお話ばっかりをいただいて、医療側は特にかかりつけ医とはこうあるべきだっていうお話をしてくださったんですけど、私たち患者はそうした中でどういう気持ちでこう臨めばいいんでしょうか。そうですね、一つはですね、やっぱり全部任さない、やっぱり自分が決めるという話が出ましたけども、患者さんの思いと私たちの患者さんは相対するものじゃありません。共にその人が望む方向に向かって一緒に進んでいく人間、特に医療人が地域にいますよということを申し上げたいということでしょうかね。はい、地域にそうしたかかりつけ医の先生がいらっしゃる、そして私たち患者自身もその治療に参加するという気持ちでっていうことを先生こう繰り返しておっしゃってくださったと思います。佐々木さん、いかがでしたか、木野原先生のレクチャー。はい、ありがとうございました。皆さん本当にね、かかりつけ、実は先ほどいろいろ申し上げましたけど、がんにかかって再発したり、そういう経過をたどる中で全部主治医の先生、総合病院の先生だけじゃなくて、細かいことで聞きたくなることって山ほどあるんですね。だから本当にかかりつけ医を持たれるっていうことは、私たち自分自身の QOL を高めることにもなるので、ぜひご近所で探して今からでも見つけてください。はい、現在がん治療の専門性が高まる一方で、その分業化が生じてきています。それゆえ一貫してサポートをしていただけるかかりつけ医の存在が大きいということが、本日のレクチャーでお分かりいただけたかと思います。まずはそういった存在を見つけることが大切なのではないでしょうか。このように私たちがん患者、家族を支える方々の中で、かかりつけ医は重要な役目を担ってくださっています。かかりつけ医と良好な関係を保つことが、私たち佐々木さんもおっしゃったように、がん患者の QOL を高める、生活の質ですねを高める一つの有効な手立てであることを、患者、家族、そして医療者の方々も含め認識することが大切であるかと思いました。以上で、がん患者さん、あなたのかかりつけ医は終わります。木野原先生、佐々木さん、ありがとうございました。お二人にもう一度大きな拍手をお願いいたします。ご出演の皆さん、ありがとうございました。